社会に対して物を言ったり人に対して教育をしたりなんかする人がですね選挙に行ってないということではこの国を大体良くするという気がないんじゃないですか。であの今回の選挙で、はい、玉上先生を支持する人ってネット上にめちゃくちゃいるんですね、うん、応援します応援しますという、うん、でただ応援するイコール投票に行くっていうわけでもなくて、うんまあ、投票行ったことがないか分かんないっていう人もいらっしゃると思うんですよね、うん、みんながしっかり投票してくれるから自分だけは行かないでも大丈夫っていう方もいらっしゃると思うんですよ。あの多くの人がね特に若い人はまあ、俺一人ぐらい選挙行かなくたってあんなの関係ないだろうと思ってるわけですよね。若い人はそういうことで選挙に行かない人が多いんです。だから現実の今日本の東京都政あるいは国の政治でもね年取った方の意見が反映されることが多いわけです。そうですね、うん、若い人は行かないから、はい、結果としてだから若い人が年取った方と同じようにね、同じような比率で選挙に行くようになればですね若い人の意見がもっと政治に反映されるようになりますよね。だからその一人自分のたった一票だけれどもそれ全部集まるとやっぱり大きくなる。でこれが若い人たちがね年取った方たちに負けないこの数の投票をしようという気にならないとね将来に対していい政策というのはなかなか出てきませんよね。だから自分の将来のために若い人たちが団結をして例えばもう50代以上の人の投票率に負けない投票を我々やろうということでみんなでね手を組んで投票に行ってもらいたいんですよね。今とにかく50代以上とかのいう人に比べたら例えば20、30の人の投票率は非常に低いわけだから20代、30代の人の意見が反映されにくいということになっているということなんですよね。だからそういう意味で私が主張していることがですね少しでも若い人に影響を与えることができて若い人たちが、まあ、投票に行ってくれればですねで私にとってもね都知事になる確率が高まるということだと思ってます。お子さんがいるその親としての立場で、東京都民であるっていう方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、うんうん、選挙に行かない親っていうのはどうなのかなって個人的に思ってまして、うんうん、選挙の体験があまりないとかあまり意識がないという親っていうのは僕は国力を高める上でまずいんじゃないかなと思ってるんですけど、うん、国民が選挙に関心を持たなくなるとやっぱり国はですねどんどん衰えると思いますね。国民が政治に関心を持ってこの立派な国にしていきたいという思いでこれを実現する手段って何ですか。選挙しかないんですよね。政治に関わる手段としての選挙に行かないということはこれを放棄する社会に関わらないで今は生きていくということですよね。自分だけだから自分のことだけ考えてあとはそのただ社会に合わせていくということではね本当の立派な社会人ではないんじゃないのかと。社会に対して物を言ったり人に対して教育をしたりなんかする人がですね選挙に行ってないということではこの国を大体良くするという気がないんじゃないですか。でそういう親であったらね子供もまあみんなそうなりますよね。だからそれは極めてまずいことであってやっぱり選挙に関わって自分たちの意思をこの社会に反映させていくんだということは社会人としてこの国の中で生きていくねやっぱり必要不可欠の条件なんではないかなと私は思いますね。ぜひだから選挙に行ってるうちの親は選挙に行ってるから立派なんだということを子どもたちが思うようにですねで子どもたちにも選挙に行くことがやっぱりこの社会に関わる重要な手段なんだということを教えてもらいたいなと思いますね。じゃあ先生今度選挙の投票日がですね、はい、都知事選は7月の7日になってるんですけども、はいはい、7月7日ちょっと忙しいよとか、はい、家で寝てたよとかいろいろ皆さんあると思うんですけども、はい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 、そういうちょっと行けないんです、あと海外にいて行けませんとか、はい、出張のある方もいらっしゃいますんでね、はいはい、そういう人はどうすればいいのかっていう、これは期日前投票というシステムがありますね。だからもうすでに始まってて7月7日までの間にいつでも行けるわけですね。だからそのいつでも行けるときにぜひ投票に行ってですね、もう選挙権を行使してもらいたいなと思いますね。そこにぜひ、玉上俊夫と書いてください。そしたら、それで期日前投票終わりますからですね。7日まで、7日に投票しなくてもいいんです。それ以前に行けますから。行って、選挙の入場券に書いてあるはずです。そのやり方はですね。じゃあぜひ、
投票に行ってもらいたいと思います。先生は誰に入れ、私はですね、また私が誰に投票するかまだ決めてません。あの前日に決める予定ですけど。実行されるという。はい、そうですね。あのぜひ玉上俊夫高校へのよろしくお願いいたします。はい。はい